日常で何気なく通っている橋。普段、橋のことなんて深く考えませんよね。でも、その橋って本当に安全ですか？もう、いい靴ネイルと、王将がつ。相変わらず比例か省力だ。いや、ほんとに今年もあっという間だったね。あ、気がついたらもう年明け前だぜ。来年も霊夢チャンネルよろしくね。乗っ取られた。ってことで今回は橋を作るゲームをやっていくぜ。安全第一で作っていくわよ。やあ、君たちが新米の建築士たちか。誰だこのヒゲだるまは。すいません、このこったらいつもこうで。構わん、私の妻にはクソヒゲって言われているからな。それ泣くレベル。おいクソヒゲ、早速言いやがった。この谷に橋を架ければいいのよね。ああ、私を反対側へ渡らせてくれ。できたよ。なんだ橋作りって簡単じゃない。これはまだ序の口だ。さっきの通りまた橋を作るよ。車もすぐ渡れるわよ。大成功。大失敗だわ。あちゃー、車が重かったんだな。でも支えをつけてあげれば大丈夫だろ。こんな簡単なことで渡れるはず。渡れちゃったよ。支え一本で渡れるなんてな。今まで特に意識してこなかったけど、橋の建築って奥深そうだよね。さあお次は結構大きい車だぞ。だから橋により強度を持たせる。あ、橋の欄干をつけるのね。おじさんに言われた通り作ったから走らせるよ。ミスった。おっさーん。ミスったミスった、こうだった。欄干の角度を少し変えただけなのに。大きい車でも難なく渡れたわよ。不思議なもんだな。今度は2段の橋を作ってもらうぞ。ヤギも心配そうに見てるぜ。大丈夫大丈夫、この天才建築士霊夢ちゃんが作ったんだから。さっき思いっきり落ちてたじゃん。今度は川に船が通過するから。よくある。お、なんだこの橋すげえ。って橋を作っていくぞ。どんな橋かわからん。よくわかんないけど、おっさんに言われた通り作りました。こんな橋で船をどうにかできるの。おお、橋が上に上がったー。おっさんこんな橋の作り方まで知っているのね。これで船が通れるね。どうだ、この橋すげえってなっただろ。まあ1ミリくらいね。めっちゃ驚いてただろうが。ふっふっふ、橋は奥深いぞ。今度の橋は随分と急だな。多分こんな感じの勢いで渡るつもりだろうね。さあおっさん通ってみてちょうだい。うわあ、おっさん止まれー。橋ぶっ壊れたのに走ってくんなよ。俺は止まれねえ男なのさ。今度こそ成功するでしょ。はあ。さあ今度はお前さんたちが自分で設計して橋を作ってみてくれ。了解、いい橋作ってどんどん車を渡らせるわよ。次は私が作った橋で挑戦。思いっきり上のコンクリ崩れたんだぜ。あれ、これどうなの。アウトだな。橋の先に木で支えをつけてやったぜ。そんな支え一つで渡れるわけ。泣くなかったわ。さあお次は2台の車が通ります。余裕で渡れるわ。って言うと思った。言っただろうが。これでどうだ。橋の下に木の支えを結構つけたんだな。ああ、橋の真ん中でドボン。これを応用すればきっと渡れるようになるんだぜ。今度はコンクリの横にも木の支えを取り付けたよ。そのままよ、そのまま。やったー、予算オーバーしちゃったけどクリア。どんどん作っていくぜ。予算なんてオーバーしてなんぼよ。オーバーした分誰が払うんだ。うぷ主。おお、抜群の安定感で崩れることなく渡れたぜ。橋作りで材料をケチったら崩れてしまうのよ。さあお次は急な角度の橋だよ。橋。ダメよ、もっと頑丈な橋じゃないと。これくらい、川せき止めてんじゃねえか。橋の角度を変えてお決まりの木を下にめっちゃ組み込みました。きちっと止まってちゃんと渡れたぜ。もっともっと高難易度な橋を作りまくるわよー。ということでお次は毎度おなじみ絶対にありえないマリオのコーナーです。今回は絶対に壊れない砦とのバトルよ。前回ちょっとお見せしたルイージ爆弾のシリーズだぜ。それじゃあ行ってみよう。砦壊れろやこの野郎。この偽ゴジラ様をコケにしやがって。やったー、マリオー。この砦、怪獣にも狙われてたのね。これでも食らえ。どうやったら勝てるんだろうか。純粋にこれでどうだ。
かわいいヘルメットね。ヘルメット違う。はいはい失礼。甲羅も効かないっと。じゃあこれならどうかしら。見事に跳ね返ってきたぜ。もう一発どうだー。取りでよ、瓦礫となるがいい。ルイージ、お前のことは忘れないぜ。今度こそ。避けた。ん、何かに当たった。大爆笑してるし。あの後キノコ汁にして食べました。まだまだやってやるぞ。暗いな。もうダメだ。おしまいだ。逃げるんだ。逃げました。ものすごい速さでな。ここまで来れば大丈夫だろ。完全にターゲットにされてるわね。すりおろしマリオにされたよ。どいてー。さあまだまだ続くわよ。この野郎さっきはよくも。あら待って。通報しておきました。あの変態ヒゲ野郎を倒すのだ。了解了解。待てー。あの部族はものすごく弱いです。なんで行かせた。もう一体どうしたらいいんだ。諦めちゃダメよ。もちろん絶対壊してやる。いただきマリオ。ああ食われちまった。まだまだよー。この力ならお前を壊せる。スターか。あらありがとう。え、何？どういうこと。とことんついてないな。よし、いい方法を思いついた。あ、地下から行く作戦だね。これでもしかしたら砦を壊せるかも。オラオラー、邪魔するぞー。めちゃめちゃぶっ壊して。あれ、何この樽。あ、でもこれ爆破したら砦も。砦強いなんてもんじゃないよ。あ、化け物だな。なんて。あれは砦子です。今日は君に紹介したい子がいるんだ。メスの砦だ。メス。え、ちょ、かわいすぎだろ。どこが。こんなかわいい子初めてだ。なんてイケメンなの。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。意外と橋を作るのって難しいな。それじゃあまた明日も勝負だぜ。